死んだ。それは死んだ。はい、どうも僕です。ということでね、今回も FF7 やっていきましょう。前回はね、5番マコードに、突入する途中で終わったんで、今回からその続きからやっていきましょう。前回この先にね、一応自分でも行ったんだけど、結構長そうだったんで、前回はね、ここに行かずに終わったんだけど、FF7 の悪いとこ出て、どうやって行けばいいのかわかんない。おー、待て。何これ、滑り台。なんか前回と似た構造してるね。そう。いや、完全に一致してんだけど。もう下ってさ、この先に、まあ、ジェシーが足をなんかしてね、ここに、うわーってなってた場所じゃん。あ、ちょうどリミット技も使えんじゃん。さまざま戦って攻撃、さらにリミット技使ってこう、ブレイバー。はい。おー、まあ、なんとも言えん。別にそんな強くもないけど、まあ普通の攻撃に比べたらまあそうだね、ちょっと強いかなみたいな。さて、下に下っていこう。前と構造が同じなどだとしたらやりやすいけどね。さあ、多分そうなってくるとこっちかな。 OKOKOK で下に下って、セーブポイントもある。完全に同じだね。5番マッコードとかさ、4番マッコード、3番とか全部こんな構造してんのかな。オッケー、じゃあこの先に、前回も爆破したところが多分あるんじゃないかな。ああ、あったね。おー、またあの、頭痛。バファリン飲むか。パパ。セフィロスね。セフィロスがやったのね。セフィロス、ソルジャー、マコーロ、シンラ、全部。全部大嫌い。おい、しっかりしてくれよ。大丈夫？ティファ。ん？いや、気にするな。さあ、急ごう。急ぎましょう、クラウド。わかってるさ。あんたは俺の見張りだと。そういうことだ。ティファの幼馴染、それだけじゃ不安なんでな。毎回こことか来るたびに記憶思い出してくる感じかな。さあ、これで、あれ、爆破とかしない感じ今回は。じゃあ何、脱出するのかな。じゃあさっさと脱出しちゃおう。ここって何なんだ。これは何でもない。よし、いい感じ、戻ってきたけど、こっからどう行くんだ。さっき滑ってきたけど、ということは階段で帰るのかな。そういうことだよね、多分。はーん、こっからどこ行くんだ。この先って結局どうなってんだ。前と同じ構造みたいな感じだったら、この先にエレベーターとかがあるのかな。あったー、エレベーターあって行く。スイッチオン。おっと、でも構造がちょっと違うのか。それとも見方が違う。エーテルゲッチュー、見方が違う感じかな、これ。多分そうだな。はいはいはい、なんだこれ。あ、自分で動くんじゃないのね。3人同時にボタンを押せってジェシーが言ってたわ。あ、ちょ待て、説明がない、急に始めないで。失敗ね、もう一度。ちょ待て、わかんないってそんな。はいねえ。はい。ちょっと待って。え？そんなタイミングないことある？あー、待って。相手の動き見よう。はい。待って、無理じゃん。今ので無理。今ので無理な、もう無理だよ。待てよ。これは、時間計ろう。1、2、3でいこう。1、2、3。お、イエーイ。素晴らしい。いや、こんなに早く行けたのは激アツじゃない？よし、じゃあ先に進んでいこう。これ完全にだからさ、あれだよね。味方が、こう、90度くらい回転してるよね。だから、構造的にはそう、同じ。多分、右行ったウェッジがいたとこだと思う。こっちだ！あ、そっちん。あー、なるほど。死んだへ！くそ、どうなってやがんだ？罠、か。確かここで社長来んだよな。お、来た社長。プレジデント死んだ。
なぜプレジデントがここにいるの？ほうほう、君たちがあれかね。なんて言ったかな。アバランチだ、覚えておけ。お前はプレジデント死んだだな。久しぶりだな、プレジデント。久しぶり。あー、君があれかね。アバランチとやらに参加しているという元ソルジャー。確かにその目の輝きは幕を浴びたもの。その裏切り者の名前は何と言ったかな。クラウドだ。すまないが、ソルジャーの名前なんていちいち覚えとらんのでな。せめてセフィロスぐらいにはなってもらわんと。そう、セフィロス、優秀なソルジャーであったな。そう、優秀すぎるな。セフィロスだと？んなこったはどうでもいい。もうすぐここはドカンだぜ。ざまあ見やがれ。そうだな、君たちウジ虫を始末するには高価すぎる花火ではあるが。ウジ虫だと言うにこと書いてウジ虫だと。貴様ら死んだこの星を死に追いやろうとする寄生虫じゃねえか。その親玉である貴様が何を偉そうにほざく。そろそろ君たちの相手をするのにも飽きたよ。私は多忙な身なのでな。もう失礼させてもらうか。今日は会食の予定があるものでな。会食だと？ふざけやがって。お前には言いたいことがまだまだあるんだ。君たちの遊び相手は別に用意させてもらった。何の音？なんだこいつは。おお、すご。我が社の兵器開発部が試作した機動兵エアバスターだ。エアバスター。君たちとの戦闘データは今後の開発の貴重なサンプルとして利用させてもらうよ。機動兵では失礼。待て、プレジデント。シンナの人たちはヘリコプター乗るの好きなのかね。今後もなんかしょっちゅうヘリコプターに乗って逃げてく気がするけど。おい、クラウド、とりあえずこいつをなんとかするぞ。助けて、クラウド。これソルジャーなの？まさか、ただの機械さ。なんでもいい、ぶっ壊してやるぜ。きたー、ボス戦 BGM。 まあ2回目だけど、ボス戦 BGM 聞くのは初めてではないけどね。さあ、これはサンダー聞きそうじゃない？で、あれだよな、後ろ向いてる時がなんか聞きやすい的なやつがあったような、なかったような。でもしっかりとさ、これ横にね、ティファとバレットが左側にいて、クラウドが右側にいるっていう、結構良くない？これバレットが死ぬ。ヘビーショットでこれいちいち反撃するとき後ろ向くの。ああ、違った、よかった。後方ガトリングガンだっけ、マシンガン。あ、今なんて書いてあった。ヘビーショット。え、待って、強すぎん？ヘビーショット強すぎん？え、急に覚醒したぞ。とりあえず回復しよう。んで、まあサンダーとか置いとく。死ぬ。あ、死んだ。お前のことは忘れない。ターン機能が壊れた。ターン機能って何？痛い。はいはい。これ殴った方が強いのか。ビッグボンバー切ってみるか。やばい、死ぬ。おお、意外と耐えた。リミット技きた。ああ、もう間違ってね、連打しちゃうやつ。なんだ、え、終わってる。チタンバングル、これはティファかな。うわっ、いや、もうそこさ、そこに行く前に死ぬでしょ。今の爆破、もうすぐ爆発する。行くぞティファ。バレット、なんとかならないの？どうしようもねえな。クラウド、なんとかして生きて。死んじゃダメ、話したいことがたくさんあるの。わかってるティファ。おい、なんとかなりそうか。ダメかもしれん。く、長く持ちそうにはない。バレット、早く。ダメかもしれないなのにもかかわらず、クラウドが言うとかっこいいっていうね。情けねえ声出すんじゃねえよ。悪いが何もしてやれそうにない。自分でなんとかしてくれ。
バレット。じゃあ後でな。死んだ、それは死んだ。重力はこれで、これで生きてたら重力機能してないよ。大丈夫か、聞こえてるか。ああ、あの時は膝を、膝すりむいただけで済んだけど。誰、あの時。今度はどうかな、起きられるかな。あの時、今度は気にするな。今は体のことだけ考えるんだ。体動かせるか。やってみる。どうだ。あ、動いた。ゆっくりな。少しずつ、少しずつ。もしもし、わかってるさ。なあ、あんた誰だ。もしもーし。そんな花だけで生きることはない。いくらソルジャーでもそれはない。ありえない。粉々に砕け散ってる。あれは大丈夫。ここスラムの教会5番街よ。いきなり落ちてくるんだもん。驚いちゃった。落ちてきた。屋根と花畑クッションになったのかな。うん、いいね。なるわけがない。花畑？あんたの花畑？それは悪かったな。気にしないで。お花結構強いし、ここ特別な場所だから。ミッドガルテ、草や花あまり育たないでしょ？でも、ここだけ花咲くの。好きなんだ、ここ。ん？ああ、動けた。動けたわ。いや、これ絶対死んでるっておかしい。ここおかしい。ここ天国だわ。ここ天国か。ここもなんか謎の力働いてる。だってここだけ花咲いてんでしょ。やばいよ、ここ。ここやばい場所だ。また会えたね。記憶にございません。覚えてないの？確か初対面だ。覚えてないか。あなたぼーっと歩いてたしね。でもお花買ってくれたから許してあげるね。マテリア持ってるんだね。私も持ってるんだ。今マテリア珍しくもなんともない。私のは特別だって。何の役にも立たないもの。役に立たない？使い方を知らないだけだろ。そんなことないけど、でも役に立たなくてもいいの。身につけてると安心できるし、お母さんが残してくれた。ねえ、いろいろお話ししたいんだけど、どうかな？せっかくこうしてまた会えたんだしね。話すことなどない。なるほど。ああ、誰のせいかな？せっかく元気に育ったのにね。お花さんかわいそう。まあ、実質命の恩人だしな。こんなやばい場所に花を植えてきてくれたおかげで奇跡的に命を取り留めた。骨すら骨折してない。もう少し待ってて。あ、そういえばまだだった。お互い名前知らないね。私は出ました、エアリス。これ顔と違いすぎん？顔とさ、こうなんかグラフィック違いすぎん？茶色じゃん。白くないじゃん、髪の毛。え、全然違いすぎん？私、花売りのエアリス、よろしくね。俺はクラウドだ。おー、なんか来た。仕事は何でも屋だ。はぁ、何でも屋さん。何でもやるのさ。何がおかしい？どうして笑う？ごめんなさい。でもね。タイミング悪いな。よっす。クラウド、構っちゃダメ。人は見かけによらないもんだ。
俺に構うな、だと。いいんだ、それでいいんだ。ねえクラウド、ボディーガードも仕事のうち？なんでも屋さんでしょ？そうだけどな。ここから連れ出して、家まで連れてって。お引き受けしましょう。しかし安くはない。じゃあねー、デート1回。ふざけてるのか君は。君がふざけているのか。そんなことできるわけがないだろう。しかもクラウド、よりにもよってどこの誰だか知らないが。知らない？知ってるよ。そうだ、俺は知っている。その制服は